アポロジーとは、イギリスのサラブレッドの競争馬である。1874年に0 0 2オークス、セントレジャーステークスの3競争を制し、史上3頭目のイギリス品馬クラシック三冠を達成した。場名は、英語で、謝罪を意味する。イギリスシャ社のアシュビー村で聖杯バルド協会を管理していたジョン・ウィリアム・キング氏によって生産された、サラブレッドである。父アドベンチャラーは、 名手母は、母マンドラゴラは予決の出ながらも、未勝利に終わった貧馬であった。全員姉にヨークカップ連覇のアジリティがいる。胴回りが4フィート5インチ、対抗も15.2ハンドと大柄。姉と同じく、ジョン・オスボーン調教師の下で手ほどきを受け、2歳児に競争場デビューを果たした。当初は目立った結果を残せなかったが、ハムステークスで3着に入り、 あとにホームブレッドプロデュースステークスでステークス競争勝ちを収めた。1874年の戦議に,においてアポロジーは一番人気に支持され人気に応えて2着に半馬審査で優勝を手にした。オークスではミストートという馬に一番人気を譲るものの、それらを三馬審以上の喫茶をつけて破り2冠を達成した。オークス後はコロネーションステークスに出走、これを楽勝した。 ヨークシャー・オークスにも登録されていたが、足の故障により回避している。その後グレートヨークシャーステークスでは、トレントという馬の日着に入っている。秋に迎えた、セントレジャーステークスでは、ダービーステークス優勝馬のジョージ・フレデリックが回避したこともあり、当初アポロジーは一番人気に支持された。しかし調教中に足を再び悪くしたという噂が広まり、最終的には、 オッツは下げられている。そのような経緯ながらも、オズボーン騎乗のアポロジーは強さを見せ、当時のレコードタイムを記録しての優勝を飾り、現代の定義におけるイギリス頻馬三冠を達成した。この勝利に、アポロジーのファンは狂気乱舞し、アポロジーはパドック内で縦紙屋を引き抜かれたという。セントレジャー後はドンカスターカップを回避し、 ニューマーケット競馬場のハンデキャップ競争に出走しているが、ここでは敗れている。翌年1875年の春にキング氏が死去し、牧場も解散した。アポロジーはキング夫人の手元に残されたが、ほとんどの競馬資産は競売により売却されてしまった。アポロジー自身も調教具合は思わしくなく、4歳シーズンはあまり目立った戦果を上げられなかった。同年は、 ジョッキークラブカップで2着に入っている。5歳シーズンに入っても、軽半での馬に負ける事態が続き、調教するオズボーンも、その競争能力の減衰を疑っていた。アポロジーは、同年の目標を年末のゴールドカップに定められ、その1週間前に行われるクイーンズプレートに出走。ここを、首差で勝ってゴールドカップに臨んだ。 同年のゴールドカップにはその年のセントレジャーステークス、勝ち馬であるクレーグミラーが出走していたが、アポロジーはこれを半馬審査で破って優勝、久々の大競争勝ちを収めた。その後にキャッスル競馬場でのクイーンズプレートに出走し、ここでは後続に20馬身もの差をつける圧勝を繰り広げた。しかしその後、グッドウッド競馬場で骨折してしまい、これにより競争生活を終えた。 引退後、アポロジーは、キングの資産を買い上げた人物の一人である、クレア・バイナーの持つフェアフィールド・スタッドに、つなぎようされ、繁殖品馬となった。自身ほどの競争成績を上げる馬こそ出なかったが、ジム・クラックス・ステークス・カチウマのユベントス、クレーブン・ステークス・カチウマのエスター・リングと、2頭の、ステークス競争・カチウマを出している。1888年、17歳の時に、 射殺処分により死亡した。母マンドラゴラは、1856年の戦議に優勝馬であるマンガニースの初語で、ゴールドバーズなどを制したラタプランを父に持つ。3歳から競争馬としてデビューしたが、早々と見切りをつけられ、繁殖入りしている。繁殖品馬としては、アポロジーやアジリティのほか、ドンカスターカップなどに勝ったマンドレークなどを出す成功を収めている。 ありがとうございます。